ちゃんとは常に仲良くて、私が例えばバイト終わりとかの暇な時に舞子ちゃんに今何してるって電話して一緒に夜ご飯食べに行ったり、あと暇な日とかは常に舞子ちゃんと LINE して次どこどこのショッピング行こうねとか言って、なんかなんだかんだいつも一緒にいるよね。本当に舞子のこと大好きなんです。ケンタロウくんはさ、誰のこと気になってるの？みっちゃんのこと気になってるんだ。意外。なんかもっと違うタイプ好きなのかなとか思ってた。みっちゃん？みっちゃんいい子だよね。普通にいい子だと思うよ。でもいい子だよ。私から見てすごい子だなと思うんだけど、結構周りが言ってるのはなんか思わせぶりなところが多いっていうか、みっちゃんはなんか結構なんだろう、私は全然いいと思う、全然いいと思うんだけど、声大きい女の子かなっていうイメージみたいのが結構周りにあって言われやすいのかなって、私は全然思ってないんだけど、あくまでも噂だから、そう、聞いただけだから全然わかんない。みっちゃん普通にいい子だしね、全然そう思わないけど、結構何十人系から結構聞くから、どうなのかなっていうのは、でも私は全然思わない。みっちゃん可愛いしね、私は全然思わない。なんで呼び出されたか分かってるよねって、富山くんのことだよね。いやごめん、富山くんとは本当にするつもりじゃなかったんだけど、なんかちょうど富山くんが恵美子のことで悩んでるって言ってたから相談に乗ってたのね。でもそしたらなんか流れでみたいな感じになっちゃって、でもさ、私も確かに悪いけど恵美子も恵美子じゃない？いつも悩んでたんだよ彼。だから私がかわいそうって思って相談聞いてあげて、だからそんなに私に怒る必要ってあんのかなと思って、だって恵美子がもうちょっとちゃんと彼のこと見てあげてればそんなことにならなかったんじゃない？そもそもなのに私だけ責められるってなんかフェアじゃなくない？相談ってさ乗ってもらってもいい？なんか最近さすごい恋愛で悩み多くてさ、なんか私気づいてるかどうかわかんないけど、エビスくんのことちょっと気になっててさ、なんかこの間2人でデートしたんだけどさ、なんか何でもおごってくれるし絶対レディーファーストですごい紳士だしめっちゃいい匂いするのね。だからなんかすごい一緒にいてなんかドキッてすること多くて、なんかすごい悩むんだよね。お試しで付き合ってみればって言うけど、いやでももう一人さ気になってる人がいてさ、山田くんなんだけど、なんか山田くんはさなんかなんだろう、すごい目も大きくてさ鼻もさ菅田将暉みたいな鼻しててさ、チュンとした鼻ですごい横顔も綺麗だなって、正面から見てもすごい綺麗だなと思うし、なんかフェイスラインもシュッてしててすごい小顔だし首長いし、なんかトータル的に見てすごい綺麗、端正な顔立ちだなと思って。どこが好き？総合的に見て顔？顔はすごい好きだったと思う。顔が好きならいいんじゃんって。いやじゃなくて、なんかもう一人気になってる人がいるんだけどさ、そう、それが天心くんなんだけど、天心くんはなんかこう手パッて広げた時に聞けば聞くし聞くしたまらず泣いて使ってくれるから、ななちゃん大崎くんのこと気になってるんだ。大崎くんさデート行くと絶対おごってくれるし話もめっちゃ面白いし楽しかったよ。いつ尾崎くんとデート行ったの？
まあデートっていうか遊びに行った感じだけど、2日前かな。え、私、うん、山田くんと付き合ってるよ。え、だから大崎くんとは遊びに行ったんだよ。だって別に男友達と遊んでるだけじゃん。何がダメなの？友達じゃん。友達との遊びに行けないの？彼氏できたらおかしくない？山田くんには言ってないけど、わざわざ心配かけるようなこと言わなくてよくない？何もないのに。ちょっと意味わかんない。え、山田くんさ、お酒何飲みたい？焼酎？え、すごいね。私はカシスオレンジにしとこうかな。いや、明日もさ、10時ぐらいからバイトあるし、そんな飲めないなと。あ、いいよ、私が頼むから。すいません、焼酎とカシスオレンジ2つください。はい、ありがとうございます。うん、いいよいいよ、全然気にしないで。お水は大丈夫？酔ってきた。平気？うん。え、これ飲んだらもう帰んなきゃいけないの？あ、そっか。うん。え、もう時間？あ、いいよ、焼酎ナナちゃんに渡しとくし。うん、飲みたいって言ってたもんね。だから、うん、大丈夫だよ、帰りな。うん、バイバーイ。また夜 LINE するね。うん、バイバイ。うん。え、焼酎飲みたいって言ってなかったっけ？飲めばいいじゃん、あるんだから。カシスいる？いや、うちさ、明日さ、朝10時からバイトだから、正直今酒あんまいらねえんだよね。うん、だからそろそろ帰ろっかな。いや、見たいドラマ始まるし。うん、帰っていい？だるい、まだいなきゃいけない、クソだるいんだけど。え、ななちゃん飲めるね。飲めじゃん、飲めじゃん。いけるいける、ななちゃんならいける。頑張れななちゃん、ななちゃん、がんばーれ。コールクソださ。じゃあ帰るわ、うち。うん、帰るね。はい、バイバーイ。うん、じゃあ明日はバイトで。うん、はい、お疲れー。